ましょう。はい、では順番を変えて、はい、じゃあトップバッターチャルちゃんね、1枚引いてください。ベリちゃん、見ないの見ないの見ないでください、見ないでください。うん、じゃあチャルちゃん開いてもらって、チャルちゃんと会場の皆さんにだけお見せします。 OK、 皆さん声出しちゃダメよ。ではこのお題の紙下に持っててください。では、はい、ベルちゃん振り返ってください。チャルちゃんのジェスチャータイム、よーい、スタート。さあどうでしょうか。怯えています、ベルちゃんが怯えている。さあしっかり伝わるんでしょうか、大丈夫かな。ちょっと雲行きが怪しいかも。頑張れチャルちゃん。さっきからなんか2パターンぐらいです。5秒前、5、4、3、2、1、はい、そこまで。そこまで。じゃあベルちゃんから今度さやちゃんにジェスチャー伝えてもらいましょう。ではよーい、スタート。頑張っている、ベルちゃんが頑張っているぞ。おっと、これは伝わるのか。さあ、確かにチャルちゃんそうやってたよね。間違ってない、ベルちゃん間違ってないよ。さあ、じゃあもう一回ね。さあ、さやちゃんに伝わるのか。5秒前、5、4、3、2、1、はい、そこまで。ではさやちゃんから今度りんちゃん振り返ってください。ではいきます、ジェスチャータイムスタート。どうかな、伝わるかな。みんな探り探りです。さあどうでしょうか。伝えてはいる、確かにあの前の人がやったこと伝えてはいます。これが伝わって、内容が伝わっているのか。5秒前、5、4、3、2、1、はい、そこまで。ビーズガールズにこんなことやらせていいのかな、ごめんなさい。じゃあリンちゃんから最後は、はい、では行きましょう。リンちゃんのジェスチャータイムスタート。そうですね、そうですよね、そんな感じで伝わってきましたよね。さあどうかな、リオポカンとしてます、どうかな。さあ5秒前5、4、3、2、1、はい、そこまで。ではリオに答えを発表してもらいましょう。お願いします。寿司三昧。寿司三昧、あ、じゃあもう一回だけチャンスあげる。寿司三昧じゃないんです。さあ、さっきからカニといい寿司といいね、違いますよ。じゃあもう一回最後ファイナルアンサー。寿司三昧かな、ファイナルアンサー。タコ。タコ、タコ。では正解はこちら、大阪のおばちゃんでした。残念。ちょっとチャルちゃんこれ難しかったから、ちょっとチャルちゃんにマイクお願いします。ちょっとこれ難しかった。いや難しいですよね。さすがにそうよね、さすがに難しかったよね。なんかビーズガールズさんにこんなことやらしちゃってすいませんね。すいません、じゃあ